悲しみを抱えたある家族の母親を中心に描く涙と感動の物語。子供たちに無償の愛を捧げる母親役でベテラン女優コドシムが KBS 演技大賞を受賞。家族の絆を見つめ直したくなる濃厚なヒューマンドラマ、花よりも美しく、3月18日スタート。